はい、どうも、ショイ TV です。本日はエクスプレスのね、皆さんのグローブをちょっと紹介したいと思います。まずこちらですね。こちらがキャプテンの藤野くんのグローブなんですけど、スラッガーのセカンド用ですかね。結構ちっちゃいですね、これ。ずいぶん、はい、スラッガーのグローブ。これオーダーですかね。スペシャルオーダーで書いてますね。これオーダーっぽいですね。なんか1センチ短いらしいんですよね、これ。なんか普通のより結構ちっちゃめのグローブとなっております。はい、次こちらですね。こちらアシックスの外野手用グローブですね。これもオーダーみたいで、こだわりは、こだわり、もうやっていいかね、色、こだわりは色らしいです。色、これが良かったみたいですね。ちょっと詳細はちょっとあんまりないみたいなんですけど、中にこうトモと背番号とトモと書いております。外野手ですね。ちょっとこう丸まった感じですね。丸まった感じのグローブとなっております。あ、もう終わった。まあ、でもバカみたいに可愛いかった。このチームオーダーしてるやつも無理だ。はい、次こちらですね。こちらキャッチャーミット。キャッチャーのタミちゃんのキャッチャーミットなんですけど、ね、Z のグローブですよ。キャッチャーミットですよ。結構ね、結構使われた感じ。結構長い期間、何年ぐらい使ってるんですか。8年ぐらい使ってる。8年も使ってる。でも結構ね、硬さがあるんで、結構いい手入れがされてるような気がします。はい。こいつね。ブルーと白ので、紐が赤のグローブですね。こんな感じですね。はい、はい、そんな感じで、エクスプレスの、グローブを紹介しました。また今度ね、機会があればやろうと思いますんで、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。やった！ゴールデンウィークイベント告知、みんなで野球しよう！ 5 月4日土曜日、入間市中央公園にて行います。ぜひとも参加してください。さあ、行くぞ！高みを目指そうということで、チャンネル登録8000人でファイヤーズのグローブをプレゼントいたします。そしてお知らせ、チャンネル登録5000人突破で、入間市にあるモンタナスポーツさんから翔平 TV 視聴者へグローブをプレゼントしていただけるそうです。応募条件はこのような感じになっております。インスタをフォローです。